水原一平さんが嘘ついてたという発表が大谷選手の記者会見で分かりました。はい。それを受けてですね、今回皆さんにお伝えしたかったのは、一つだけのニュースを見て判断しないということですね。あらゆる可能性、そしていろんな立場の人がいるから、いろんな立場の人に立って、やはり真実というかね、言っていることが変わってくる。あと時間が経てば変わってくるっていうのもあるし。はい。なので、一つだけを 情報を得て、えー、それを拡散して、まあ、自分の感情を乗せて、で、いろいろ書き込まないということをですね、もう一つう、一つね、行動する前に考えてもらえたらなと、そのきっかけになればなと思って、僕は今、このライブ配信をさせていただいております。はい、なので、今回のタイトルがですね、大谷翔平選手を守りたい球団、VS 真実を知りたいファン、VS バズる情報をつかみたい勢力。 バーサス、違法賭博業者、バーサス、矛盾点が気になる人、というふうにしてます。はい、もう今、数えただけでも、いろんな立場の人が、いろんな角度で、この、なんですかね、一連のニュースを見てるわけですね。で、僕、特に気になるのが、この、バズる情報さえつかめればいいんだ、という、まあ、言ったら、まあ、マスコミとかね、ネットの書き込みしてる、ネットライターとか、 そのあたりの人たちに踊らされないようにすべきじゃないかなというふうに僕は思ってるんですね。えー、そして、あと、この発表ね、この球団、球団じゃないわ、大谷翔平選手の記者会見を聞いてですね、やっぱりちょっと矛盾点がいくつかあるので、そこが気になるなということで、僕、この中の立場でどれかというと、ここですね、矛盾点が気になる人という立場で僕は、 お話しさせていただこうかなと思っております。はい。そしてですね、まあ最初にまあお伝えした通りですね、この今、僕がね、えー、以前ですね、こういったあの、水原一平さんのね、通訳、紙通訳がどれだけすごいのか、こ,こういった大谷選手のセリフちょっと足らないところはちょい足しして言う。そして、 ちょっと長くなってしまった場合、簡潔に伝えたいときはバッサリ切って喋っていく。その瞬時の判断がすごいんです。というような動画をね、何本も出させていただいてて、まあ多い時だと47万再生だったりとか、もっとそれ以上も行ったりとかもあったりしたんですけどもね。今この動画がまあ、31万再生ぐらいっていうのかな、はい。ここに来て、ここ1週間、ぐんと伸びてるんですけどね。 まあその書き込みを見,る見たらですね、まあ3割ぐらいが、水原一平さんがもう会え,会えない、メディアで見えないと、えー、いうのが残念だとか、こんなことになってしまって残念だというのがあって、で7割ぐらいがお前やってくれたなとか、えー、なんてことすんだ、この泥棒通訳とかね、書き込んでる人とかいたり、まあ、ちょっと絵,絵柄のして、ちょっとマイルドになってますけども、 まあなんか、こういった、あの、何ですかね、えー、空気読んで発言をあれにしあ、これも褒めてるコメントですよね。あ、あと、もったいない。残念がってる人も多いしね。えー、なんでこんなことに、あ、動揺してる人もいるし、割と残念がってるっていう人とか多いです。あ、いっぺんお前やってくれたなとかね、書いてる人いるけど、学歴詐称もしてたんやろ、こいつとかね。 ちょっと過激な発言してる人いるじゃないですか。これはちょっとね、まだ早いっていうか、うん、一方的なニュースをこう鵜呑みにしてやってる発言してる人かなというふうに思ったんですね。まあ、ちょっと世論っていうかね、大体どういう考えの人が多いのかなっていうのを見たくて、これでね、コメント全部こう、野バランスにしてますけども、なぜかね、僕のアップした動画でこういったね、書き込みがこう起こって、まあ、別に 論争が起こってるわけでもなく、それぞれの思いがここに、えー、載ってるんですよね。おそらく本人のツイッターとかがないから、まあどっかでこう自分の気持ちは言いたいんでしょうね。だからこういう僕のまあ動画で、えー、皆さんの意見がこう集まってきてるっていう状態ですね。もうここ最近ですよね。4日前、3日前とかそんな感じですね。あ、まだね、まだっていうかね、いっぺん俺は信じてるぞっていうね、いう方とかいたりしますので、 まさか全部デタラメ喋ってたなんて誰も気づかない。これもどうかなと思うんですけど、いろいろありますよね。まあなんか、なんか悪口とかね、今の状態で喋るのは早いですよということですね。はい。そしてまあ、このニュースをちょっとまとめていきますけど、今日の発表だとですね、まあ,あの結論から言えば彼が嘘をついてたっていうところからね、 始まってですね、えー、彼が僕の口座から盗んで送金していたということと、僕が賭博にかけたり、送金することはありませんというふうにはっきり言ってた。そして、彼が尋問を受ける中で、いろいろ分かってきたということを言ってますね。はい。この大谷選手の発表はですね、まあ、あの、湯浅弁護士がね、あの、今日のテレビ朝日の番組で言ってたんですけども、 法律事務所が作った台本だなっていうふうに一発でもわかりますと言ってましたで。僕もこれ見てて思ったんですけど、んなんか自分の言葉で言ってて、自分、あの、大谷選手らしいこの間の取り方だったり、えー、喋り方だったりはしたんですけども、やっぱりこのワードチョイス考えるとね、結論から言えばとかね、で、彼が嘘をついたら、まず最初にドンと真実を言って、で、その後に、 皆さんの気になるポイントを違う。ここは違うんだ。ここは違うんだ。はっきり言ってたじゃないですか。しかも過激な言葉ね割。割と過激だと思うんですよ。彼が真実を言っていなかったとかじゃなくてですね、ぼかさずに嘘をついてたっていうね。もう完全に悪者っていうことをもう決めつけてる言い方する。これがね、大谷さんの性格ではないなと思ったんですね。これ多分十分打ち合わせをして、法律事務所からこう言ってくださいっていうふうに台本を渡されてて言ったんでしょうね。 曖昧なこと言うと、やっぱアメリカっていうのは突っ込まれる。真実を言っていなかったっていうことはどういうことですか彼は嘘ついてたんですか、えー、そうだ。えー、あなたは絶対関わってないんですかとかね。そういうことが、えー、まあ聞かれたり突っ込まれていくので、もうはっきり言うっていう作戦に出たんで、口座から盗んで送金していた。はい。最初の水原さんの意見では、あ報告では打ち明けたと。正直にこうなってるってことを打ち明けて。で、大谷、 翔平選手があ分かった。今回は肩上がりするよということで、ただ、水原一平さん、一平に渡したらまた使っちゃうかもしれないからということで、えー、僕が振り込み先に送信しますというふうに目の前でやったって言ってたんだけど、それが尋問を受けるうちに嘘だったということですね。はい。そして尋問というワードチョイス。これまた過激ですよね。はい。聞き取り調査とかじゃなくて尋問ですよ。尋問。はい。英語で言うとインタロゲーションです。インタロゲーションっていうのは、 えっと、警察が犯人、容疑者に対して行うものですね。えー、なので、えー、本当にもう犯罪者、容疑者扱いになっているということがあ分かったと。そして、大谷選手の立場としてはですね、大谷選手陣営と言っていいと思うんですね。えー、の立場としては、もう一平さん、あなたのもう、かばえきれません。あなたの立場をかばえきれませんということを見せつけた、その姿勢を発表したということだと思うんですね。 でただ、一方通行の記者会見なんですね。質問を受け付けないということなんですね。というのは、やっぱりその見方としてですね、矛盾が生じるような受け答えをしてほしくない勢力があると思うんですね。それが何かというと、やはりえ、ここだと思うんですね。大谷選手、翔平を守りたい球団側の勢力だと思うんですね。もしくは弁護士側。 だ,だと思うんですね。はい。まず一つ目は、守りたい勢力というのは、まあ、球団だと思うんですね。そら、1000億円投じてですね、まだ試合、開幕戦やったばっかりで、解雇とかね、MLB の規約だと21条ですかね、20ルール21で、イ、えー、ホットバックはしていけないっていうのに、もし、関わってたっていうことが、認められた場合ですね、その1000億円投じて獲得した選手を手放すことになってしまうから、それは、 やめたいですね。ということで、入念な打ち合わせをして、つ褄つまの合わないことは言わないようにしているんだと思います。はい。もう方針が決まったからには、もうそれで行くしかないですね。あと、残念なことに、はい。えー、この問題に関しては、僕は真実は見えてこないと思っています。はい。真実を知りたい。ただ、本当のことを言ってほしいっていうね、ファンの声がね、インタビューであったりして、ええー、あと、ただ単に、ただ、あのー、真実を明らかにして、えー、野球に集中してもらいたいっていうのは、ファンの気持ちだと思うんですけど、 まあ野球に集中できる環境を作ることはできると思うんですけど、真実は僕は出てこないと思います。はい。100%真実は出ないと思います。そういうもんだと思います。法廷が絡んでくると、絶対そうなります。なぜならば、弁護団、弁護団っていうのは、依頼者、つまり、球団だなり、大谷翔平選手の、まあ、弁護士が、弁護側があって、で、あと、違法賭博業者の、 弁護,えー、弁護士もね、もう発表してますね。大谷翔平とは関わりなかったというふうに言ってますよね。一切連絡取ったことはないというふうに言ってて。で、違法賭博業者でも弁護士をつけてるわけですね。で、でそれが代理人となって発表している。ということで、その本人の、本人を、それぞれの弁護級、弁護団っていうのは、本人、依頼者を守ることが第一なんですね。真実を明らかにすることではなくて、 本人を守るようなチャンスがあるならば、あ言ったら真実じゃなくても、真実かどうか確かめられないような、まあ、なんか方便というかね、表現を変えたりとか、えー、このあたりは不明確なので何とも言えませんとか、いう場合もあるだろうしね。えー、なので、本当はこうかもしれないと思ってても、これを言うことによって依頼者に不利になると思ったら絶対言わないわけですね。はい、僕もあの、日本で裁判。 民事裁判とか刑事裁判やったことありますけど、法廷において真実は出ません。ということが分かりました。はい。分かるのは、辻褄がない主張が通るということが分かりました。辻褄がなければ、えー、その資料を集めた者勝ちなんですね。つまり、なんか発表会なんですよね。裁判っていうのは。法律ううっていうかあの、違法性があるかどうか。で、違法性がない。 えー、ならないで、その裏付けとなる資料を集めてきて、それを発表すれば。で、裁判官は真実を見極めるんじゃなくて、その資料を精査して判断するっていうだけですね。だから、裁判官が真実を自分から探して、えー、見つけようとすることはしないですね。法廷に出てきた資料を精査して、ただそれに、その、それに対しての総合的な判断をするだけですから。これ多分、おそらく、 アメリカだったらもっとそれが徹底されてると思うんですね。だから真実はもう見えません。あとは、えー、どれだけ整合性があるか、矛盾がない主張を繰り返していくかになってくるかと思います。ちょっとすません、ね、充電しないで本当にファンからしたら、ただ単に大谷翔平選手の活躍が見たいだけだと思うんですけどね、そうもいかない状態になってきたんだろうなと思ってます。はい でそうなってくると、何が大事かというと、それぞれの立場、ね、今言った通り、弁護団は依頼主を守りたい、球団に雇われた弁護団は球団を守りたい、球団に利益があるような結果に導くようにストーリーを書くし、で大谷選手についている弁護士も大谷選手を守れるようなストーリーを書いて、それを発表していく。でえー、矛盾が生じないように、ちょっとでもリスクがありそうであれば、大谷選手に、えー、その場でね、 このキャッチボールをさせるっていう危険なことはさせないんですね。はい。あの、記者会見でのキャッチボールですよ。物理的なキャッチボールはいくらでもやってもらっていいんですけど、今回の記者会見終わった後もすぐキャッチボール始めてですね、手術後初めてのキャッチボールして、もう野球にし集中したいっていう姿勢を見せていました。僕もそうなってほしいなと思うんですよね。だからせっかくね、あの、結婚発表の時も,もう一気に記者会見開いて、もうこれ以上はもう突っ込んでくるなと。 いう姿勢を見せたじゃないですか。で、その後にも野球に集中できるような環境を作ろうと思ったやさき、またこの事件が起こって野球に集中できなくなってきたっていうのは、本当に投げかわしいことなんで、変な憶測をばらまいて、さらに大谷選手を苦しめるようなことはしないでおきたいなというふうに思います。なので、いろんな可能性はまあ考えてもいいけど、広めないようにしてほしいなというところがありますよね。はい、こうやって喋ってる間、特にまだ、 コメントとかしている人はいないですね。もしなんかコメントで話したいトピックある方いたらですね、コメントしてもらっても大丈夫ですけどね。とリアルタイムでチェックできるように僕もちょっと管理画面開けたいな。今何人ぐらいアクセスしてくれてるのかなちょっと見てみようかな。アクセス一人。<laughs> 誰も見て、あ、三人、あ、三人になったね。あ、いいね。三つ押してくれてますね。ありがとう。はい。何かね、コメントある方いたらコメントください。えーっとですね。で、今回。 うんいやちょっと深掘りしていきましょうか、はいで。信用取引は違法だと知らなかったのは嘘かなという話もあるんですけども、こっちょっと自分でトピック書い,書いてたんで、これちょっと見てみましょうか。はい、えー、っとですね、今回、これ、えー、自分の中でね、ちょっと話したい内容をまとめてみましたけども、これなんですね。えー、信用取引っていうのはあ、を利用してたっていう話なんですけども、水原一平さんはですね、 まあ普通、トバクというのはベ、ベあの、チャージして、そのチャージした、そのお金の中から払うということですね。あの、エフクスの取引とか、まあ株の取引とかも、まあちょっとだけ僕やってますけど、それは全部、えー、まずお金を入れてからやるわけですね。まあ、例えば、レバレッジ、えっ、ー、と、まあ倍率かけてやるパターンもありますけど、それは保証金をね、実際のお金の10分の1ぐらい入れとけば、10倍かけで、あの、ね、10万円。 えー、しか入れてないんだけど、100万円までの取引ができたりとかするわけですけども、そういうことでもないみたいなんですね。えー、というのは、この、えっ、ー、と、ブックメーカーいましたよね、えー、と名前何でしたっけ、なんか、あ、ぼーやー氏ね、ぼーやー氏がやってた取引というのは、信用取引だったということですね。で、なぜそれができたかというと、大谷翔平選手の友達だからと、親友だからということだったらしいんですけども、 まあ、あの、いろんな報道がある中でですね、えー、水原一平さんはアメリカで育っているわけだし、で、球団側も定期的に、えー、講習をやっている。3A、メジャーだけじゃないです 3A の選手にもちゃんとあの、こういったやってはいけない21個目のルールね、違法ックができないっていうね、そういうルールがあって、やっているにもかかわらず、うん、信用取引、いい しているようなあ違法賭博、賭博というのが違法賭博じゃないと思っていたっていうのはちょっと苦しいんじゃないかっていう話ですよね。そもそも、えー、チャージしてからかけるのが普通の合法賭博なんですね。えー、50週あるうちの38種で、えー、合法となっている賭博っていうのは必ず、えー、まず自分のアカウントにチャージしてからその中でかけるというものなんですけども 信用取引。お金がない人に先にかけさせるっていうことは違法だということを知らないわけがないんですね。絶対怪しいわけなんですけども。うん、はい。ここがね、もう一つのポイントで、まあなんか知ってたか知らないかっていうのは、なかなかお前知ってただろうっていうふうな証拠をつかむのは難しいわけですね。となると、ワンチャン、それで通るかもしれないと思ったら、やっぱりその主張で行くという作戦も考えられる。 こういったね、もしかしたらこれが通るかもっていうことで、一平さんは主張した可能性も、まあ一つのね、考え方としてあると。で、もう一つは本当に知らなかったっていうことですけども、まあその考え方、解釈はちょっと今のところ劣勢かなということですね。ただし、今、一平さんの生の声が聞けてない状態じゃないですか。 ということで、えー、大谷選手の会見はできた。でも、一平さんの会見ができてないので、悪い憶測が一人立ち、一人歩きしているっていう状況もあるので、えー、まだね、今の段階で信用取引は違法だというふうに言って、えー、知ってたでしょ、嘘でしょっていうふうに拡散するのは、うん、冤罪を生むことになるかもしれない、えー。あれだけ皆さんがね、好きだった一平さんを苦しめるっていうことも、正直したくないですよね。僕は今でも、あ彼の 通訳はやっぱり素晴らしいことだし、嘘はなかったと思ってるし、えー、これからもちょっと彼の紙通訳をね解、解説していきたかったんですけど、それができなくなっているのが非常に残念ですね。で、もう一つ、えー、次進みましょうか。えー、なぜ、大谷翔平選手の講座にアクセスできてたのかっていうね、なんか、20ロックがかかってるらしいですね。 大金を送金するときに、ロックを2回、2二個セキュリティのチェックが、あの、アメリカのそのオンラインのシステムではあるみたいなんで、まあ、そんなに厳重なものなのに、何度も7500万円とかね、1回、それが10回とかにわたって送金できてたっていう話ですから、そんなことできるのっていうのも、やっぱり今の段階で疑問に思う人が多いのは、まあ、 普通だと思うんですよねだから、なぜアクセスできてたのかっていう説明をぜひとも聞きたいっていうのがまあ僕の立場としてはありますね。普通に興味ですね。真実を明らかにしたいっていう勢力とまあ似てるとは思うんですけど、なぜ送金に気づかなかったのかっていうことですけども、これも、まあ、あの日本で、ね、ネットバンキングしたら必ず送金取引やったメールが送られてきますよね。履歴メール、あの確認メール。 そして、あんまりやってなかったあ端末、アクセスしてなかった端末からログインした時とかも、ログイン記録のね、報告が来たりもしますから、まあ、翔平選手のパソコンを使ってログインしてたなら、まあ、いつもの、えー、アクティビティ、えー、だということで、時の報告はいかなかったのかもしれないけども、にしても、大谷翔平選手のパソコンを触り放題なのかっていうのもね、 気になるところですねもし触り放題だったら触り放題で大谷翔平選手がそう普段から彼と共有してて自由に使わせてたんだよっていうふうに言えば真実は分かると思うんですけどそこで考えてほしいのはもしそう言ったとしたら大谷翔平選手が横にいた状態で送金してたかもしれないっていう憶測も生まれてきは来る可能性ありますよね。そうなるとこの 大谷翔平選手を守りたい、守りたい球団なり、弁護団側が、にとって、一貫性にほころびが生じますよね。それが真実だったとしても、その、そのことを言うことによって、もしかしたら、翔平選手が見てる横で、送金が行われた可能性も出てくるとなると、突っ込まれる。で、また闇にもっと深掘りされていくっていう可能性もあるから、これは真実なんだけど言えないパターンかもしれないですね。 このあたり難しいなと思うんですよね。これを言うと、なんか怪しむ、うがった見方してくる人もいるということが、残念なところ、いっぱいあると思うんですよね。これ、なんかね、人間の差がなんじゃないですかね。あんまりこの、喋りすぎると喋りすぎるで、また怪しくなるし、喋らないと、このかんね、悪い憶測が一人歩きするっていうのもあるから、今回このタイミングで大谷翔平選手が会見を開いて喋ったっていうのは、OK だと思うんですけど、またね、 いろいろ出るじゃないですかあの。記者に対しての質問を許さなかったとかね。もうエンドレスだと思います。もうやらなきゃいけないんだけど、やったらやったで突っ込まれるというねあの、板挟み状態ですね。あの、闇営業問題の記者会見もそうですね。ずっと黙っとけって言われてたあの宮迫さんね。会社側から黙っとけって言われた宮迫さんにも似てるし。で 先ほどちょっと言った、あ,、えー、あれですね、えー。もしかしたらうがった見方をされるかもしれないっていうやつですね。で、あと、ポロっと、その英語がまだ完璧でない大谷翔平選手が、もう、なんかちょっとほのめかすような、真実が実はこっちにあるっていうようなものの言い方と捉えられないような言い方をしてしまう危険があるので、えー、ちょっと会話をさせないね。 喋らせないいっっていうのがあったと思うんですねというのも、えーと、ジャニーズ問題で、東山紀之さんが、暴力とかパワハラが昔はあったんですかっていうあの質問があったときにで、彼は、まあ、若気の遺体で、昔はそういうことがあったかもしれないですけど、記憶が、記憶がないので、今のところ分からませんとかね、いう感じで,でもしあったら、それが真実だとしたら、真摯に向き合っていきたいというふうに言ったんですね。 それ、大ごとにはならなかったんですけど、また何かの勢力の力が加わったのかもしれないですけど、大ごとにならなかったけど、僕、その記者会見見てて、あれ、この人言っちゃったなって、これ、やってたって認めたようなもんじゃない、捉える人も出てくるよっていうふうに思ったら、案の定、そうやってね、思ってる人、あと、そういう,う、そこ突っ込んだ記事書いてるライターさんとかもいましたから、本当に記者会見っていうのは慎重にやらなきゃいけない。だから、 すごく今回も台本すごく作って練りに練った言い方したと思います。だからもうズバッとね主張を伝わるように最初に彼が嘘をついていったというふうな主張を頭に持ってくるね。これ英語の論文の書き方も一緒ですね。最初に言いたい主張をドンと持ってきて、その後にサポーティブアイディアですね。それを裏付けること、うん、主張をこう述べていく。そういうスタイルがやっぱり 英語圏、アメリカでは多いと思いますね。それが一般的ですね。日本だとなんかずっと引っ張って引っ張って、やっとこの時系列を追って結論に行くけども、起承転結というねえ、ストーリーの立て方があるけど、じゃなくてアメリカは最初に主張で、それに対しての、えー、理由なり、サポートする、裏付けする情報を持ってくるというやり方ですね。はい。だから今後、その、今回の記者でね、記者会見で、えー、疑問が出てきた なぜアクセスできたのかっていうことですね。このあたりと、えー、本当に水原さんは知らなかったのか、違法だと知らなかったのかっていうことですね。で、えー、っとですね、あとは、僕思ったのが、違法なので、踏み倒せるんじゃないのっていうことですね。そ負けたら、その負けを取り返すために、またその、ブックメーカーから案内来るということが、今日の報道でありました。えー、そ,そして、あなたは信用、 取引ができるので、その負け分、えー、取り返すためにかけてはどうですかっていうような案内があって、で、本当にそれで、雪だるま式に増えていったっていうのはあり得ると思うんですね。僕も、以前、あの、カナダでね、えー、カジノ行った時に、絶対勝てる、勝利の方程式が、僕ね、頭の中で思い浮かんだんですよ。今考えたら、アホですけど <laughs>、まず1ドルかけ、絶対10ドル勝とうと思って行ったんですね。で、まず1ドルかけて、で、勝ったら、 まあまあ、また続けてね、1ドルかけて、10ドル勝つまでやればいいなと思ったんだけど、まず初っ端で負けたんですね。そしたら、1ドル、マイナスじゃないですか。次、1ドルを、えー、回収した上で、もう、とりあえず10ドル勝とうとしたんですね。だから、次、11ドルかけた、うん、そしたら、負けたんですね。で、今度は、10、えー、11ドル負けたから、12ドル。今、マイナスついてるわけで。で、10ドル絶対勝てると思ってるから、えー、22ドル。 今度はかけて。でしかも、やったのが、すみません、ねあのー、説明が入った僕がやったのは、あのルーレットだったんです。ルーレットで赤と黒、もうずっと黒にかけておけば、いずれ勝てるだろうという作戦だったんですよ。黒が8回連続で、例えばね、えー、4連続でもいいや。4連続で、えー、黒が出る確率なんか16分の1しかないわけですよ。合ってます ?2 の4乗だから、四4、1あっちもっとか。えー、2人が4。 4、4、16、16かける2で32か、32分の1なんですよ。まあ、32分の1の確率なんかほぼないだろうと思って、だから4回とりあえずかければ、絶対10ドル買ってんじゃんと思ったんですよね。で、3回目、その3 22ドル負けました。で、次絶対10ドル買っちゃうから、32ドルかけて、で、もし勝ったら64ドル返ってきて、で、負け分チャラになって、えー、勝てるぞとか思ったんですよ。そしたら、 負けましたね。はい。そして負けたんで、そうそうそう。で、32ドル負けて、あれ、ちょっと待って、今、えー、32ドル負けて、22ドル負けて、11ドル負けた、もう、60ドル以上負けて、70ドルぐらい負けてんなと思ってで、怖くなって、やめたって話です。<laughs> 4回しか僕も、持たなかった。で、次にかけとけば、ついに黒が来て、勝ってたんですけどね、結局ね。まあ、やっぱりね、勝つまで、かけたくなる心理は分かるんですけど、僕は、もう資金がなかったから、もうそれで、 諦めることがでも、信用取引してる人だと、もう、あと、血が昇っちゃってもう、もう、負け続けると、精神状態はもう、絶対、通常でいられなくなるんですね。もう、熱くなるっていうかね、やったことない人とか、もう、シラフの人にとっては分かんない心境になるんですけど、本当に、そういうことはあり得ると思います。ギャンブルとかも、ちょっとずついろんなことは、かじりはするんですけど、怖いからやめるんですね。パチンコも、トータル1万円負けぐらいでやめてるしね、 はい、だから、そういうのがあって、ですね、まあ、そうできないか負けてもよく分からないから、普通に働いても返せる金額じゃないということですよね。それでも、三沢一平さんは年収7500万とかね、あったはずなんで、一説にはトータルの収入、大谷翔平の選手のー収入の5%が報酬だったというふうにも言われてますから、例えばね、まあ、10年後になりますけど、1千0 0億円。 がトータルの収入だとしたら、それの5%、50億円手に入るわけですけどね。でも、今もらえるわけじゃないから、やっぱりちょっと焦ったんだろうなっていうところもあるしね。まあ、彼が本当にギャンブルで作ってた借金であればの話ですけどね。まあ、ギャンブル依存症だったっていうのは、まあ、濃厚かなとは思いますけど、まあ、そうじゃない可能性もね、ちょっと考えつつ、うん、物事を見た方がいいとは思うんですけどね。 で、す、え、べ、ー、てが、そのギャンブルによってできた借金かどうかっていうのは怪しいですね。手数料があったり、その借りてる間の利息も知らない間に膨れ上がってたかもしれないですね。で、日本で考えると違法な賭博なんだから、踏み倒していいんですよね。あの民法あにであるのが、不法な物事、あまあ活動で、えー、できたあ債務ね。は 返さなくてもいいよっていう風になってるんですよ。はい。だから違法の、えー、だから、えー、よく、あのー、身近な話で言うと、あの、なんすかグレーな、あのー、金利があったじゃないですか。それでいろんなね、あの、消費者金融が潰れていきましたけれども、違法な利息分はもう返さなくていいよっていうのと、もうすでにかばらいしてた分は取り返してもいいよっていう風になったじゃないですか。ということで、日本で考えるんだったら、違法な賭博なんだから、違法な賭博でできた借金は、 違法なんだから返さなくていいじゃんと思うんですけども、それでも返さざるを得なかったという状況。これは何だというふうに考えるわけですね。となると考え方としては2つあって、違法で、違法だとは思ってなかった。だから、ちゃんと返さなきゃいけない。じゃないと差し押さえになったりとか、ニュースが明るみになって大谷翔平選手に迷惑がかかるから返さなきゃと思って返した。というのも考えられるわけですね。で、もう一つは、 違法と分かってて、で、で返さなくてもいいはずなのに、返したっていうことは、とても脅されてたっていうこともありえますよね。もし返さなかったら、こんなことになるぞというようなことを、直接ね、そのブックメーカーから言われたんじゃなくて何、回り回って、こういう事例がありましたよって、返せなかったやつ、踏み倒したやつ、いや、こういう目にあった、事例が昔ありましたよとかいうのが、耳に入ってきたとかね。 そういう、そうなった場合も、本当に、普通の精神状態じゃいられないと思うんですよねで。今回の開幕戦見てても、久しぶりに、あ、一平さんの大谷選手の後ろでブルーのシャツ着てやってんなとか思ったら、なんか熊できてんな。あれちょっと痩せたんじゃないフォルムがちょっと違うよ。ふっくらしたイメージあったのに、なんかあんな感じになってる。な,なんでだと思ってね。で、えー、ちょっと不思議に思ってたんだけど、全く今回のような事件が、 あったっていうのは僕は僕本当に分からなかなたたですねただ単に何かいろんな気苦労あるだろうなと四六時翔平選手ね車で送り迎えしてやったりで奥さんもいる中家のこともやりつつめちゃめちゃ大変なことやってんなとかねだってプライベートも行ったりとかね通訳で寿司屋とかも一緒に行ったりもするだろうし多分プライベートの時間ないだろうとか思ってねだからすごい気苦労とか体力的に辛いことがあって。 あなってるのかなとか思ってたんですけどね。まあ、あと、プライベートがね、時間ない。で、お金は結構ね普通に考えたらめちゃめちゃ入ってきているはずなんですよ。毎月の給料ねまあ、使う暇もなかったと思うんですよね。そういうのがあって、やっぱりギャンブルしたくなるっていうのと、あと、ディーラーの学校行ってたらしいですね。はい。若い頃も、ディーラーを目指してたカジノの。 ディーラーやりたいっていうことで、えー、専門学校通ってたけどそれが合わなくて諦めたっていうのがあったんでギャンブル自体は好きだったっていうのは本人も認めてるっていうことですけども、まあ、実際その喋ってることを見てないのでまあそういう報道があるということでとどめておくべきだとは今思いますけどねはいでまああとここにもあると記者会見を開かないと悪い憶測が進むっていうのはねやっぱりねこれからも進んでいくでしょうね まあなんか死人に口なしじゃないけども、今、水原一平さんは行方不明ですよね。行方不明が好都合な立場の人がたくさんいますよね。彼に喋らせない、喋る、喋る機会がないことによって、大谷翔平選手を守りたい球団とか、えー、弁護団側が、まあ、一方的なストーリーが通しやすいですよね。で、真実を知りたいファンにとっては、だんだん、あれと思ってくるはずですね。大谷翔平選手の言ってること。 がまあ入ってくるけどえ実際、一平さんの話、そういえば聞いてないなって思う人もいるはず。で、バズる情報を掴みたい勢力にとったら、どうでもいいんですよ、真実はね。一平さんがとりあえずこんなことをしてて、で、学歴詐称っていうのが出てきたじゃないですか。まあ、昔やってた、う、まあ、嘘だったりね。えー、例えば わかんないですけど、ちょっとやんちゃしてた時があったら、そのニュースが出てきたら、もうそれだけでもバズるわけですよ、絶対ね。それが、ぶっちゃけ、真実か真実じゃなくてもバズるんですよ、とりあえず。ネガティブであればバズるんですよ。それが松本さんの一連の報道でもそうだし。とりあえずもう、ネガティブであれば、それで OK なんで。で、彼らにとったらもう本当に大谷翔平選手に迷惑がかかるは関係ないので、ここ一番厄介だと思うんですね。で、次に厄介なのはここだと思いますね。<laughs> ここが不思議なのが、 賭博業者にも弁護団がついて発言できる。そして違法なんだけど、なんか守る勢力が戦えるんですよね。それがなんかアメリカっぽいなっていうかね、不思議だなって、この辺りもよくわかんないまま報道されてるのがちょっと不思議なんですよ。この違法賭博業者っていうけども、彼らはどういう権利があって、その弁護士事務所が表に立って会話してるのかっていうのも言ってほしいし、 そのニュースのリソースはどこかっていうとかね、どこの情報源があってこういうことになってるのかっていうのを言わずにもうかいつまんで言いたいとこだけ言っていってるから謎が多いんですよね。まあ、そういうもんなのかなニュースの報道ってまだ分かりませんけどとかね、なってるけどね。で、まあそういう矛盾点がとりあえず気になると。気になってるけど、僕は真実は見えてこないと。ね、最初にも言った通り、見えてこないんだろうなと思いながらやってますけど、ど、どこまで矛盾点が解消されるのか。 そこが気になりますね。で、あんまり罰出せないっていうのも大事かなと思います、ほんと。そうもうとりあえず、大谷翔平選手の活躍にフォーカスしたらいいと思うんだけど、まあなんか、精錬潔白この、純粋、純真というかね、精錬潔白を求め、貧困法制か。貧困法制を求めるファンたち。これも、ちょっと厄介かなって、そんな、 大谷翔平選手は、まあ、我々レベルで言うと、トップレベルに貧困法制の選手、ゴミ拾ったりもするじゃないですか。グラウンドに落ちてゴミ拾ったり。そういうぐらいのレベルの人ではあるけども、まあ100%貧困法制求めないでよって僕思いますね。可能性としてはやっぱり本当に最初の一平さんが言ってたような、じゃあ俺が肩わりして、肩代わりしてあげるから、じゃあ今回は振り込むねって,言って振り込んでくれた。 っていうのもあり得ると思うんですね。で、振り込んだ後に後で青ざめたっていうパターンもあると思うんですよね。本当にもうそれだけで終わると思ったんだけど、待てよ。と俺が振り込んだことによって、俺が違法業者に振り込んだっていう履歴つくじゃんっていうふうに、アメリカではやっぱそう思われるよねっていうこと、よくよく考えたらわかると思うんですけど、カみ食ってる状態の人はそんなん絶対わかんないんで、そこを悪だとかね、 そういったことには事実なんで、ぜひとも責任取ってほしいとかね、真実を言ってほしいとかいうのは、ちょっと、なんかあのー、求めすぎ。うん、求めすぎ。だから、大谷翔平選手がそういうことはなかったっていうと、嘘ついたことになるので、なんかの表紙にもし真実がバレた時に、大谷翔平選手に傷つくので、そこは弁護士なり、通訳なりが代わりに発言して、 えー、我、あの、弁護団側の認識が違ってたんで、えー、あの時は嘘ついてしまった、真実と異なることを言ってしまし、言ってしまってましたと言えるような状況にして発表せざるを得ないと思うんですよね。今回もう火事が、舵切ったのが、そっちの自分で振り込みました路線はもう潰したわけじゃないですか。方針としてね。だから、それを裏付けるような真実なり、証言なり、記録が出てきてはもう困る。そして、出てこないだろうと踏んだので、今回の、 発表になったということですね。で、だから、もう、僕としてはもう、その方針で決めたんだから、絶対もう、矛盾するようなことは出さないで、早く、もう、沈下させてほしい。うん。だからもう、真実じゃなくて、もう、つの合うことを、もう、それをもう、発表として一貫してやっていく。ブレちゃダメっていうことだと思います。うん。嘘を言ってほしいっていうことじゃないですよ。じゃないと、収まらないっていうのと、うん。宝、宝をね、皆さんの宝、旧日本の宝、世界の宝を、 みんななで潰すすことになりますで本当に真実かもしれないですね。大谷翔平選手が言ったことは真実かもしれないし。だから本当にもう真実かどうかを確かめるんじゃなくて、一貫性があるものを真実をしましょう。そして前に進んでいきましょう。なんていうか、まあ、間接的に被害者いるんだろうけど、直接的な被害者が今回いるわけではないじゃないですか。まあ、いるとしたら、大谷選手がまあ被害者なわけで。 日本で考えた場合、そういった、あのー、詐欺の被害とか窃盗の被害とかいうのは申告罪ですね、親の告げる罪、親に告げる罪っていう解釈かな、わかんないけど申告罪といって、自分から被害を訴えなければ相手は罰せられないわけじゃない。なので、うんあとはもう大谷翔平選手が決めることだと思いますね。でまあ、報道でではは、えー、今回は詐欺罪とと窃盗という面で あの告発すすることになってますけどねで、まあ、その罪の量、うんまあ、刑も、まあ、数年の禁固刑もしくは100万円ぐらいの罰金ということじゃないですか。そこまでだから、ね、でかいお金が動いた割にはそこまで大きいものではないということですね。だからちょっとなんか殺人犯的な, <laughs>、うん、なんかそういうね障害を負わせたみたいなそこまでのものでもないということも考慮して総合的に 判断してててあげてもいいいいんじゃないかなかって思いますねまた気になるのが今水原一平さんが表にいないっていうことですね意図的にどっかにかくまわれてるのか球団側が隠してるのかそれとも自分から姿を消したのか分かんないですよねもしくは奥さんのところにも迷惑がいってはいけないしあと水原一平さんの実家の寿司屋ですかね飲食店の方にも取材が行ってるけど取材に対してはこう答えてないっていう姿勢ですから、まあ、どっかにいるのは確かなんでしょうけど それがもし誰かの意図で今出てこられては困るということで隠してるのか。えー、そうなった場合ですね、ちょっと水原一平さんの命が心配です。うん。なんか、死なないうちに変わり果てた姿で出てきたら嫌だな。相当精神的に追い詰められてる表情してましたから、すごい気になりますね。 はいえー、まあそんなとこです。もう本当に10分ぐらいで終わる予定だったんですけどけ、結構喋ってしまいましたけど、特に誰もコメントしてないですね。そして視聴者、今1人になりましたね。はい、昼間というのもあって、あまり興味がないんでしょうね、僕の言ってることには、はいまあ。ということです。うんはい、言いたいことはまあそんなとこですね。はい、球団の方針、と大谷翔平選手の方針決まったということと、新しくついた。 え通訳。えー、彼も熱心にあのメモ取ってましたけど、もともとどんなコメントすんのかっていうのは知ってたはずなんで、なんでコメント取ってんのかなね、メモ取ってんの、習慣でやってんのかなとか思いましたけど、パフォーマンスなのかなとかね、思ったりもしたんですけど、まあ、いろんな疑問点が出てくるんで、まあ、うがった見方したら気にないですよっていうことですね。はい。そして真実見えてこないっていうこと。で、あと、いろんな立場の人の、立場の人のなんか行動、 誰が利,利,利するのか、誰が得をするのかとか、そのあたりも考えながら、のニュースは見ていかなきゃいけないなっていうことですね。本当にもう、なんかあと、助かった人もいますね、あのこの報道が出てきたことによって、大谷翔平選手の奥さん、結婚の報道が一切もう消えましたよね、吹っ飛びましたよね。 はい、新しいニュースが出てくるために塗りか、塗り替わっていくっていうことはもう常に起こっていることなんで、他のビッグニュースが出てこない限り、このニュースはずっと引きずっていきます。なぜならば、もう真実がどう、あれ、新しい情報があるたびに出せば、視聴率が取れるという事実もあるから、昼間のワイドショーはもうずっとそれをほじくり返すと思いますね。ずっと同じこと言ってますからね。はい、僕今横でテレビ見ながら、 今喋ってますけど、ずっと同じことやってます。はい、いろんな人がいろんな憶測をやってます。専門家と出てきてやってきます。国際弁護士も出てきます、はいあー。ずっと続きます。あ、誰かコメントしてくれましたね。あ、なんか嬉しいこと言ってくれてますね。えー、あまりニュースはチェックしてなかったですが、今回の動画でよくわかりましたというふうに言ってくれてますね、まあ。そういうふうにね、解釈してくれる人いたらありがたいですね。はい、ちょっと僕のこのね、 神通訳っていうね、ちょっと動画あるんですけど、ここにこ、普段そんなにコメントないのに、こんなにいっぱいコメントしてくれてるんですよね。これがね、今バズり始めてるんですよね。今何歳、何再生 ?32 万再生いってますよね。1928いいねもついてるし。はい。えー、っとね、こんな感じで、上にね、この英語の字幕入れて、で、 翔平さんが言ったのは黄,の黄色の文字で書いて、で、僕の解釈はこのカッコにしたりとかしてこ、載せたりしたんですよね。うん。こういうもの、あと後半には僕の解釈入れたりね。はい。ナスティボーね。意地悪る。えぐい玉ね。ナスティっていうのを翔平選手はえぐい玉っていうふうにアレンジして、わかりやすく伝えたとかね。そういう解釈をね、入れたりしたんですよ。あと、エーロッドね。アレックス・ロドリゲスさんとか、 ビッグパーピーね、えー、ビッグパーピーさんーに対しての、なんていうんですかね。僕、オベッカって言ったらなんかフルーとか言われたりしたんですけど、なんていうんですか、あの、サッカープ、なんていうかな、持ち上げるような言い方ね、オベンチャラ、オベッカって言わないんですよね、今、なんて言うんだろう。持ち上げる、まあ、とりあえず言葉をこう、うまくね、通訳してやって、で、喜ばれて、最後は、この二人にこう、だ、だかハグされて喜んだっていうね。 こういうほの、ほのものとした微笑ましい情景があったりしたんですよね。こうやって、はははって笑いが起こったりとかね。すごい懐かしいなって今思いますね。これね、見てると。まあ、こういった技術をですね、紹介してるのがすごく楽しかったんですよね。 これができなくなるのが残念。もしかしたら次の通訳さんの時にこういうのはできるかもしれないですけど、通訳の人がフォーカスされるってなかなかないですよね。一郎さんの通訳もずっとね、つけてましたけども、彼が仕事なくなるということでね。えー、あとは、あれですね、えー、っと、ラミレス、監督もね、現役時代の通訳さんをジャイアンツからベイスターズに連れて行ったりもしてましたから、通訳っていうのは一心同体な感じがしますよね。 もう十分に言語は習得したんだけど、彼を首にすることにはなるから、ずっとつけておきたいっていうね、気持ちが働くんでしょうけど、今回それをもう乗り越えて解雇せざるを得なかったっていうね、状況ですよね。まあこういったね、動画を僕は今も、別にこれを上げたことを後悔もしてないですしね。未だにこの技術は素晴らしいので見てほしいので、まあ、作品に罪はないじゃないですけども、 まあこれぜひ見といてほしいなと思いますね。で、それが、まあ皮肉なことに皆さんの意見交換の場になってるってね。何してんだよ、ほんまに。とかね、優秀だっただけに、残念。えー、この頃もイフォートバックで遊んでた。もったいないね、とかね、いろいろ。残念より声がやっぱ多いですね。うん。これがけど、うん、四五、三日前とかなんですけど、そこが、 今日になって泥棒通訳こんな素晴らしい紙杖ができた下に人生を棒に振るなんて残念あこれも残念ですね、えー、あと面白がってる人もいますよね過去のコメントを見ると面白いってね散々褒めてたのに今こんなね手のひら返しのコメントになってるから人間の性質も表してますよねこのコメントがね本当にもう信用を失うというかね、えー、失望された後のその対応がもうものすごいですね松本さんの一件でもそうですしね松本さんもちょっと今回の事件で 助かったとこありますよね。ずっと大谷選手のニュースに変わったからね。あ松本さんもずっと引っ張られると思ったんですけど、あのニュースね。大谷さんの、お一平さんのおかげで、それがちょっとなくなっていった。だから、<laughs> と、えー、あれですね、えっ、ー、と、政治の話もそうですね。やええー、っと、なんですかね、えー、裏資金のやつもね、選挙資金がパ,パーティー券の カンプの話も今消えてますから、あまりね、出てない状態になってますからね。不思議ですね。あともっと気にしなきゃいけないウクライナの問題だとか、ロシアのテロの問題とかあるのに、やっぱりスポーツだったり芸能の方にやっぱ行きがち。ニュースが報道するからなのか、みんなが興味を示すからそっちのニュースが主になるのか。 この辺りもね、考えて、ちょっとやっぱニュースのリテラシーをつけていくべきかなと思いますね。まあ、かといって僕がリテラシーあるとかわかんないけど。僕の言ってることは正しいですよって言,言ってるわけじゃなくて、今、まあいろんな角度でみまあ僕なりに考えて皆さんに発表してるので、皆さんもいろんな角度で考えてみてはどうかなと思います。あと他にも違う見方があるならば、それも書き込みしておいてもらえたら、それをまた題材にですね、皆さんとお話できたらなと思ってます。 はい、英語を独学で勉強しているものです。すごく素晴らしい英語で、一平さんの英語を参考にしていたところもあったので、今回の報道が本当ならばとても残念です。って言ってますね。あ、あとね、一平さんの紙通訳僕ね、観察してて、えー、気づいたんですけど、彼の癖っていうのがやっぱあるんですね。最初に言うときにですね、イヤーから始まるんですね。イヤーの後に definitely っていう言葉から始まったりするんですね。y、yeah, e definitely. やー 明らかにとか間違いなくとかいう意味なんですけど、それを、うん、最初に挟むんですよね。絶対大谷翔平選手は確実にとか間違いなくこうなんですけどとかいう話はしてないんですよ。でも一平さんはそれをちょい足ししちゃうんですね。もしくはいや言うのよとかね、最初に言ったりとかね、してるんですけど、そういう癖があるので、そのちょっと前にも喋った通り、 一平さんは尋問を受けたって言ってたじゃないですか。尋問をね、これからね、FBI の捜査とかで受けた場合、FBI 捜査官っていうのは、同じ質問を何回もするらしいですね。で、するたびに、その答え、様子を伺ってるらしいです。はい、お前は知ってたのかって聞いたときに、例えば嘘ついてる人は確実にこの上の方を見たりとかするらしいんですね。そういう癖が、絶対一平さん出てくると思うんですよ。僕、素人の僕ですら、彼をずっと観察してるうちに、通訳、 の癖が見えてきたんですね。ええー、本当にもうなんか他にもね、うん、例えばなんだろうな、ええー、まあ、ノットとか、あの、否定形じゃないのに否定形つけたりとか、まあそういう話とか、あと、大谷翔平選手と一平さんだけが知ってる情報っていうのを、まあ、あの、ちょい足ししてあげるね。 えー、今まであの、ホームラン強、ホームラン、えっ、ー、と、バッターとピッチャーで二刀流でやってきたので、そのバランスがあった頃からこそ、これが今、今このスタイルでやれてるとかいうのを、まあ、こういうこと言いたいんだろうなっていうことを、まあ、あのー、一平さんが受け取って、詳しく説明したいとか、いうはな、あのー、やり方をするんですよね。というのがあるから、うん、癖は結構バレる人だと思うので。 はい、尋問を受けているうちに嘘つくときに必ずやる行動とか観察されて、どんどん暴かれていく。嘘ついてたとしたらね、焦ったりとか、これはちょっと守らなきゃとかね、もしくは、一平さんの性格からしたら、大谷翔平選手を守りたいとかね、まあ、懲役刑になったとしても、禁錮刑になったとしても守りたいとかもあると思うから、そういうときに嘘つくことになるじゃないですか。真実と違うこと。もしくは、そこはちょっと黙っときますとかね。えー、もちろんあの、アメリカも、 目秘権というのがありますから、そこに関しては黙っおきますとかいうことができるんですよね。はい。なのでね、うん。これからいろんなニュースが出てきます。そして一平さんがいつ出てくるのかとかね。このあたりも注目だと思いますね。はい。じゃあそろそろ終わりましょうか。なんか、あ、コメントまたありますね。はい。えー、あ、あゆうくん昔いたな。前もあった。今後ともまさに解説をチェックしますって言ってくれてますね。ありがとうございます。はい。